今回は農産物価格全般についてお話しします。スーパーエルニーニョという言葉が特に今年の春以降様々なメディアで報じられています。このスーパーエルニーニョとは一体何かそしてこの現象が農産物の価格にどのように影響するのかこの辺りを考えていきます。どうぞ最後まで動画をご覧ください。 こんにちは。楽天証券経済研究所の吉田悟と申します。どうぞよろしくお願いします。今回は農産物の価格全般についてお話をします。タイトルはスーパーエルニーニョが世界と投資家を揺さぶるです。こちらをご覧ください。まずはスーパーエルニーニョがもたらす懸念とはということでこちらのグラフを 確認をします。これは太平洋の東側、つまり南米の沖合にあるエルニーニョ監視海域というのがあるんですね。監視をする海域がありまして、こちらの海面水温の基準との差を見ているんですね。この差がプラスに広がっていけばいくほど、それはエルニーニョ現象であると。まあ、一定期間ですね。 広がった状態が一定期間経過しているとこのように言われます。逆にマイナスですね。基準を下回って一定期間経過した場合はラニーニャ現象というふうに言います。で、今、こちらの通りですね、基準値をプラス圏に推移しつつあると。そして、この状況が目先半年くらいの中でですね、大きくプラス圏に推移する。つまり、 エルニーニョ現象が目立つと。まあ、このようなですね、観測が浮上してきています。しかも、その規模がスーパーエルニーニョのおおよその目安である。プラス2.5度。ここを超えてくると。まあ、このように言われているんですね。現状ですね、えー、すでにこの監視海域におけるですね、まあ、溜まったですね、えー、熱量と言いますのが1997年。 こちらですね。前々回のスーパーエルニーニョが発生したとき、同様のですね、同等以上の熱量がもう現状あると。このように言われていますので、まあなんと言いますか、条件が整っているということが一点挙げられます。これによって、この基準との差が今後どんどんとプラス方向に向かっていって、スーパーエルニーニョになると。 まあこのようなですね、観測があるわけなんですね。で、こうなった場合、どのような影響が発生するのかということについて確認をします。こちらの通りにですね、温暖化の長期トレンドにスーパーエルニーニョが加わることで、地球の気温は未知の領域に入ると、国連の WMO、世界気象機関が警告を発しています。 えー、エルニーニョ現象につきましては、世界各地の気象を大きく変化させます。太平洋のですね、東側だけの話ではなくて、アジアでも、中南米でもですね、アフリカもヨーロッパもですね、全世界を巻き込んだ大きな事象であるということなんですね。世界全体としては、気温の上昇が懸念されているということです。えーまあ、具体例を挙げていきますと、日本では長寿台風、 発生してからですね、消滅するまでの期間が長い台風ですね。これの発生が懸念されています。そして、極端気象、極端な高温や低温、豪雨などですね。まあ、こういったものが懸念されています。例えば、2014年や2015年の豪雨の際は実は、スーパーではなかったんですけれども、エインの現象が発生していたということがわかっています。 そしてアメリカでは農産物の生育の悪化懸念。ヨーロッパでは夏に極端な高温に見舞われたり、冬は厳冬になると。このような懸念があると言われています。そしてウクライナ危機のさなかにあってエネルギーの需給逼迫懸念が大きくなってしまうと。こういう懸念もあります。加えてその他ですね。例えば今年に入ってインドやタイ、 バングラディッシュ、イスラエル等々でですね、熱波、あるいはですね、山火事というものが多数発生しています。これもまた極端気象の影響ですね、熱波の影響であるというふうに言われていて、こういった極端気象が増えると、このように見られています。農産物の生育悪化、山火事、熱波、洪水、そしてこれらによる交通やインフラ支障、こういった懸念が 高まっているということなんですね。まさに我々人類は今大きな危機に直面していると言えると思います。そしてこれらが仮に同時発生した場合は世界の景気を悪化させる要因に発展する可能性があると言えると思います。スーパーエルニーニョがインフレを再燃させうると。このようなアイデアもあると思います。では次なんですが、そもそもですね、エルニーニョ現象の 発生の過程を確認をします。スーパーがつかないですね。その通常のパターンということではありますけれども、どういう過程を経てこの現象が発生するのかということを確認をします。ここですね。太平洋の赤道付近の東側、南米寄りの海域ですね。成型で言いますと、90度くらいからですね、日付変更線のあたりですね。 整形ですね、180度近辺までなんですが、この海域の海面水温が上昇する現象。通常のパターンであればですね、東アジアの春は高温、北米中西部であればタウ、夏、東アジア、北米中西部は低温タウ、秋は東アジア、北米中西部は低温、そして冬はタウということで、様々な 現象ですね。事象をもたらします。このですね、現象が発生する場合なんですけれども、特に季節が決まっているわけではないんですね。春でも夏でも秋でも冬でも発生し得ます。その状況によってですね、そのタイミングによって様々な影響が出てくるということなんですね。で、こちらですね、発生の過程、主因と書きました。ここですね、海水面の温度が上がると。 この海域なんですけれども、なぜここの温度が上がるのかという話なんですけれども、貿易風が弱まることが大きな要因です。貿易風は通常ですね、低移度、つまり赤道付近なんですけれども、東から西に吹いています。これによってですね、暖かい海水が東側に流れ込まないようになっているんですね。しかし、この貿易風が弱まることによって、 暖かい海水が太平洋の東側に流れ込むと。まあ、こういうですね、流れが出てくると。まあ、これによってですね、こちらの海域の海水面の温度が上がるというふうになってくるわけであります。貿易風弱まる暖かい海水が太平洋の東側に流れ込む。という入現象発生という流れですね。で、この貿易風の件なんですけれども、1点ですね、南方振動係数と言いまして、 大使とダーウィン、これらの地上の気圧の差を見ている係数があるんですが、これによってですね、現時点の状況を知ることができます。こちらを見ていただきますと、南方振動係数とエリニーニョ監視海域の海水温の基準値の差なんですけれども、緑色を見ていただきますとですね、これが南方振動係数なんですが、下がっているとき、 なんですね。下がっている時というのは、マイナスの値が大きいわけですので、ダーウィンの方がですね、大使に比べて気圧がですね、高いということなんですね。こうなってきますと、貿易風が弱まると。これによってですね、暖かい空気がどんどんとですね、太平洋の東側に流れ込んでいって、エルニュ現象が起きるということなんですね。それがまさに、ここのところ言っているんですね。エルニュ現象 の大きなタイミングであったとき、このときも、このときも、このときもですね、南方振動係数は大きく下げていました。まあ、細かいですね、上げ下げはありますけれども、この2つの値のこの期間の相関係数は、なんと0.794ということで、ほぼ逆の動きをしていることがわかります。きっかけは南方振動係数であるというふうに考えればですね、 緑色が下がると青色が上がる。ですね。エルニーニョ現象が起きると。そして緑色が上がっていくとですね。青が下がってラリニュー現象が起きると。このような関係があるんですね。足元なんですが、緑色の南方振動係数は大きく下げています。そして、監視海域の海水温のですね、基準との差が上がっています。ということで、まさにですね、エルニーニョ現象がどんどんと大きく。 なってていいいく過程のの、ね、第一歩をですすね踏み出しるるととこのように言えると思います今後のですね、この現象の動向については、南方振動係数が大きくどんどん下がっていくか、下がらずに反発するとか、このあたりをですね、注目していくと大きなヒントが得られると考えています。では、こちらですね。エルニーニョ現象があってもですね、 農産物価格が下落する場合があるという話なんですね。よくエルニーニョが起きると、農産物の価格は急騰するというふうに言われることがあります。が、もちろんですね、その点も過去を見ていきますとあったんですね。1972年、3年前後、78年前、80年、84年前後、といったふうに急騰したタイミングでですね、 エニュー現象が起きていいたということは何度もありましたこの経験則で現在のマーケットを語ることができるのかと問われると語ることはできないという結論になってしまうんですね。と言いますのこちらのグラフの通りに、エルギーの減少ニュー現象が起きていてもですね、大豆の価格、あるいはですね、友達の価格が上がっていないケースというのはもう何度も起きているわけです。30年から50年前までは、 おおむね、エイニュー現象発生、ほぼイコール、え穀物魚の,の上昇と言えたわけなんですけれども、最近はそうでもないと言えるわけなんですね。現象が発生していなくともですね、穀物の価格は急騰することがこう何度も今起きているわけですので、エイニュー現象だけでですね、穀物の価格を説明することができなくなってきているということが言えると思います。これと同様のことが、コーヒーやカカオでも言えます。かつて、 は減少発生、価格急騰ということが何度もあったわけなんですが、最近は減少が発生していなくとも価格が急騰するということは何度も起きています。で、このことをですね、深めて考えていきますと、この半世紀で起きたコモディティ市場の変化と、この点に行き当たります。 こちらを見ていただきますと、農産物市場における変化ということでですね、先ほどそのグラフで確認をしましたけれども、30年から50年前は、おおむねエルニーニョ現象発生、価格上昇と言えた。まあ、こういった傾向はありました。現在はエルニーニョ現象が起きていなくとも価格は急騰し得ます。起きていなくとも急騰するということは、エルニーニョ現象、異常気象以外の 変動要因の影響が大きくなったと言えると思います。つまり、異常気象ですね。以外の材料を見ていく必要があるという状況に変わったということなんですね。で2000年以降ですね、目立っていることを確認をしますと、コモディティですね、国際商品の銘柄の金融商品化が進んでいきました。ETF などによってですね、株のように取引ができる金。 トウモロコシ、原油などですね。こういったことが進んでいったことによって、どんどんとですね、投資対象の垣根が下がっていきました。そして、同時進行で、欧米などによる大規模な金融緩和が行われました。これによって、中央無尽にですね、投機マネーが行き交う、投資対象のです、ね、垣根を超えて、大量の投機マネーが中央無尽に行き交う環境になったということなんですね。 株との関係で原油を買う。ドルとの関係で金を買う。あるいはですね、関連する株との関係でトウモロコシや大豆を買う。ETF でですね、買うと。こういったふうな動きが強まっていたことによって、コモディティがもともと持っていた独自材料の影響度が低下したと言えると思います。異常気象で異国の価格急騰ということが最近はなくなった。 いことですね。過去の常識で今のマーケットを語ることが困難になっているということなんですね。でこれはですね、有事の金外だけで今の金相場を説明することが困難になっているという部分と似ているんですよね。ということで、30年から50年前というですね、あのシンプルな状況は今はなくて、今はですね、様々な材料を俯瞰をして、まんべんなく状況を確認をしてですね、 マーケットの分析をする必要があると考えています。こちらの通りにですね、以下を俯瞰すると書きました。これが今時の相場の見方です。一つは周辺材料ですね。コモディティの周辺にある材料ということで、例えば株価指数の動き、例えば通貨ですね、動きということで、こういったものとの関連を見ていくということで、周辺材料をまずは見ていく必要があります。 加えて、これはですね、以前の話で、独自の材料を見ていくということですね。従来の変動要因に注目をするということです。加えて、これまでにない新しい材料、これも見ていく必要があります。環境問題や人権問題等にですね、関連する材料なんですね。ということで、以前はですね、独自材料、気候変動等ですね、 見ていけば、なんとなく農産物相場の動向が分かったわけなんですが、ここ最近はそれだけではですね、いけないということなんですね。周辺材料、独自材料、新しい材料、これら3つをですね、俯瞰をして見ていく必要があります。この点がですね、投資家を揺るがすというふうに、この動画のですね、冒頭で述べたことにつながっていくんですね。これまでの常識ではダメですよと。 いうことをですね、今回の大きなですね、スーパーエルニオニの事象がですね、我々市場関係者、あるいはですね、投資家の皆さんに訴えかけているんだと私は考えています。ある意味これによってですね、過去の常識が通じないということで、揺らぐ方もですね、中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、マーケットは年々ですね、多様化、多層化していますので、それに応じてですね、 マーケットの分析手法も変えていく必要があると私は考えています。では、最後に関連する商品をご紹介します。これらはですね、投資信託とですね、外国株の ETF なんですけれども、金属とエネルギーと農産物をですね、一定程度割合を含んでいて指数化されたものです。用途に応じて様々ご注目いただければ幸いです。では、 今回はスーパーエルニーニョが世界と投資家を揺さぶると題してお話をさせていただきました。次回もどうぞよろしくお願いします。